はい、ジョネスです。今日はもうムチ打ちだろうな。どっちが先なんかというかから、ちょっとあの殴られたんでね。本気でバーローが。離れたね。後ろから行きましたね。後ろから行きましたね。後ろから。笑ってましたよ。俺もなんか意味が分からなくて。俺をなんか攻撃してくるなんてありえないこと。そうですね。まあ、せっかくなんでまた見てください。はい、今日はちょっと真面目な話だね。はい、あのこういうブロック塀に足場を組むのに、今これちょうど足の人なんですけど、ちょっとこのプラス根絡みっていうのを入れるんですけど、ちょっとまあ解説してもらおう。そうですね、根絡み入ってるんですけど、うん、そのブロック塀とかでこうあんまりないんです。そうか方が、うん、やっぱ例えばバーンって物ぶつけたりとか引っ張ったりとかすると落ちちゃうってことね。落ちたりとかして危ないんですよ、足場自体が、うんうん、でもそういう風にならないように、うん、根絡みに補強、補強を入れるんですけど、うん、補強っていうのは一応発泡クランプを使って、うん、なんですか、なんですか、この乗ってるところだけ押さえてもあんまり意味がないんで、落ちるとき一緒に乗っちゃうんで、うんうん、なので下に地面に普通についてるところまでですかね、うん、ここまで固定してあげるとここが動かないんで、まず、うん、そっちが動かなくなるんですよ。これを根絡み一番下の部分に、うん、入れるんで、うん、まずは大体このぐらいで、うん、止めて、うん、この、うん、動かしてます。あ、そういうことね。こっちに固定されてるもんね。で、こっちはいいじゃないですか。こっちっていうのは、はい、あの向こうにずっとつながっとるもんで、そうですね、結局こっちは全部つながっとるんで、こいつが動くことっていうのは絶対ないじゃないですか、はい、だからいいってことよ。こいつが起点だよな、本当。こいつが起点なんで、うん、その上に乗ってる部分に対して、うん、まあ、こっちの面ですよね、もう基本的に。このブロックがもしある面だったら、まあそういうことやな。ブロックの上に立つ面だけとりあえず根絡み補強って、うんうん、たまにあれだもんな、ブロックの上にずっと組んでいくっていう場合あるから、壁との離れ、はいはいはい、でそういうところはちょっと難しいと思うんだけど、でまたそれはまたそれはそれでなんか、うん、補強を入れてやるんですけど、うん、まあ、まあ今回こんな感じなんで、まあ、ブロックもちょっとしっかりしてるんで、うんうん、まあ、そこまでちょっとガチガチにやらなくてもいいのかなって、はい、あ、これ最悪なしてもいいかなっていうぐらいの。そうですね、まあ、今日動画用にやっちゃいました。そうですね、動画用にミッチチャンネルで、まあ、俺がお願いしたんだよね。マジっすかみたいな、これつけなかったっす、もう時間ないですけど。俺殴ったもんそれぐらい撮らないからね。もう一本ぐらい撮っていこうと思ってますんで、はい、ただちょっと今日は真面目な解説、はい、ちょっと俺もうあの一撃があったので、もう今日は真面目なやつでいいよ。ほらほらしようし、記憶が熱中症もちょっと。まあそんな感じ、あそこでさっき殴ったのに反省しといて、今俺に近づくのは危ねえね。ちょっと車動画をまたいで、困ったわ。動画をまたいで攻撃する。違う動画なのにこの動画でも怒られる。まあまあそういう感じだな、願いみんな。いや説明欄にこいつの勇姿貼ってますんで、これバチバチンかな。、はい、そっち見てください。だからまあ一般の人でも見てくれたら、こういうとこも足場組めるんだな、狭いからこういうとこしか組めるんだなんで、あんなに組めるん で最悪どうしてもダメだっていう場合は、あの単管で組むんだ。そうですね、もう この材料は使えんっていうふうになったら、単管で何とでも組めるんで、まあほとんどのものが足場組めると思います。お客さんとかやっぱこういうとこに組んでほしくないとかっていうのがあるんで、まあ、そういう時はもう別に、まあ、通して僕ら呼んでもらって、まあ、説明するのはいいんで。ああそういうことね、営業さんとか管理の人にね、ある程度もその、まあ、全部ができるってわけじゃないですけど、まあ、ある程度はできるんで。わかりました、はい、じゃあ最後2人で締めてください。はい、本当に面白いこと言わなかったら覚えていくよ。はい、はい、よーい、スタートー。はい、はい、またねカメラ回ってねえでよ。カメラ回ってねえでよ。今日はいいんじゃないですか。当たり前だよ。これアンチじゃないですか。アンチどころじゃなくて、あのもう多分バーさん。これちょっと危険だもん。命危険なことなんだよ。